皆さんこんにちは、 CCL の大西です。前回の動画では Android 端末を使用して電源のオン・オフ、マナーモード、機内モードについてご説明しました。今回は iPhone についてご説明します。まずはじめに画面の下にあるホームボタンを押します。ホーム画面が表示されました。側面にある電源ボタンを長押しします。すると画面に電源マークが表示され、これをスライドすることで電源を切ることができます。続いて電源をつけていきます。再び電源ボタンを長押しします。これで電源をつけることができます。電源ボタンの反対にある上のつまみを動かすことでマナーモードを設定、解除することができます。ホーム画面を表示させ、つまみを動かすとサイレントと表示されます。サイレントが表示された場合はマナーモードが設定されています。機内モードも同様にホーム画面を表示させます。画面を下から上にスライドするとこのような画面になります。左上にある飛行機のマークをタップすることで機内モードを設定することができます。機内モードが設定されているかはこの画面で飛行機マークがオレンジ色になっているかで確認することができます。またホーム画面左上に飛行機マークが表示されているかで確認することもできます。以上で今回の動画は終了です。 iPhone を利用されている方はぜひこの動画を参考にしてみてくださいね。それでは失礼します。